皆さんこんにちは、ワンダルビルビージです。今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジガルマ編、続きをプレイしていきたいと思います。ちょっと前回の動画更新から間が空いてしまったんですが、実はですね、ちょっと子供がようやく生まれまして、バタバタしてしまって更新遅れてしまっていました。ここからね、しっかり巻き返しを行っていきたいと思っていますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。というわけでガルマ編なんですが、ジャブローの攻略作戦、これがね、すでに解禁されてますので、早速部隊をジャブローに突入させていきたいと思っています。主なですね、エースたちの動向、これをご紹介先にしておきましょう。まずはゲルググ、初期生産型ですが、これにはシャアが乗ってます。しっかりこのシャアをね、生かして戦っていければいいのかなと思ってます。プロトタイプドム、こちらにはガトーが乗ってます。でイフリート、ここにジョニー・ライデンですね。で、さらにシーマもドワッジに乗ったりなどしていてですね、順調に戦力は強化が進んでいるなと、そういう状況になっています。では、早速ですが、部隊を突入させていきましょう。で、まずですね、水陸両用、ズゴック・ゴック隊ですね。これはですね、マップの右上から入ります。陽動を込めてと。というところですね。で、その他の部隊は一度全部マップの左下から侵入しちゃいましょう。ただここでですね、ガルマですね、今回の主人公であるガルマ、彼だけはジャブロン侵入せずに外で待機させます。というのもですね、このジャブロン激戦になるので、増援を要請する必要があると思っていて、その増援をね、要請した時にガルマの近くに部隊が配置されますので、このね、ガルマはマップの外に置いておかないと、ジャブローで入ってしまった後に要請しても、それが効かないというね、悲しい結末が、待つことになりますので、ちょっとそうならないようにというね、配慮になります。では、部隊を突入させていきましょう。では、突入戦です。部隊数、ジョング61。連邦軍52という部隊数になっています。地球連邦軍本部ジャブロン、南米大陸の密林地帯に位置する巨大な地下要塞である。ジオン軍の攻撃を退け続けてきた堅牢な要塞は長く続く戦いに疲弊し、その鉄壁の守りは崩れつつあった。ジオン軍は戦力を結集し連邦軍の打城に挑む。はい、ではマップの中身確認していきましょう。先ほどご紹介した通りですね、まずマップの右上からはゴック・ズゴック隊を投入しています。マップの左下から、ここにプラマガンダムがいますね。これ早々に撃破しておきましょう。主力隊はマップの左下から入っています。パッと見どうだろう、モビルスーツの数も多いですが、ビクトレーが多いですね。あとはこれホワイトベースかな、ペガサス級がいるのが見えます。これらをしっかり撃破しながら進んでいきましょう。あまりね、無理押しはせずに確実に補給線をつなぎずつという戦いをしていきたいと思います。ドワッジのどうだろう、 C までここは撃破できるかな。では部隊、進めていきます。まだね、ザクキャノンとかが残ってるんですよね。このザクキャノンが果たして、現段階で、どれほど有効な戦力なのかというのはもちろん疑問があるので、あんまりね、過度な期待はせずにザクキャノンは後方支援ということに徹しましょう。で、ドワッジ、ここで蹴りをつけていきます。フルアーマーガンダム、パイロットなし短期だったら、簡単に撃破ができるかなと思いますね。あとは敵の配置を見つつですね、マップの左下から入ったものの、最終的にどこから突破口を見出すかっていうのは、慎重にね、見極めていきたいと思いますので、敵の配置と、動向動き、これらを見極めて、戦っていきましょう。では、戦闘開始です。フルアーマーガンダムは無傷で撃破したいですよね。ここです。最初までじっくり見ていきましょう。
まあ、このドワーチに乗ったシーマ、まあ、これもね、かなり期待はできて、敵のエースがいた場合には、最前衛か2列目、3列目ぐらいには入れておきたいと思います。ただ、最前列にした場合ですね、敵の集中攻撃受けるとシーマクラス、もっと言えばシャークラスでも簡単に落とされてしまうことがあるので、まあそうならないようにですね、2列目、3列目にまあ下げておくというのも、まあある意味一つの手ではあるかなと思います。では、舞台展開していきましょう。舞台を下ろしたガウはですね、何機かは外に退避させます。で、増援として呼んだ舞台をね、ここで、ピストン輸送をしてもらう、まあ。そういう任務についてもらいたいかなと思いますね。まあ、慎重に行くという意味では、ここ、極体ですね。ここも慎重に、舞台は動かしていきましょう。では本格的な交戦状態に入ってますね。拠点に座っている部隊がいるので、まあ、これをどうするかっていうのと、あとはまあ先にできるだけ、そうだな、ビクトレー隊を叩きたいですよね。ダメージを負った部隊に関しては、もう確実に戻して回復させます。まあまだ無理をして、攻撃をね、続行するっていう、まあ、そういう局面ではないのかなと思うので、確実にですね、敵を削るというところからやっていきたいと思います。ガンダムピクシーか、ピクシー格闘強いんですよね。格闘が強い相手に格闘をぶつけて、逆に大損害を受けるというリスクもあるんですが、まあ、早めに潰しておく方が、まあ、よりいいでしょうということも考えて、ここはですね、隊列をシャアのゲルググ、イフリート、ケリレズナ、カリウスで固めて、一気に敵のここを叩きましょうか。突撃を担当します。では、シャアの実力、確認していきましょう。まあ、シャアしばらく前線離脱していたので、どうなんでしょうね。あんまり活躍の場がなかったのかなと思うので、このあたりでしっかり、その力を発揮してもらいたいところですが、反撃を受けて、ジムコマンドの撃破に失敗しましたね。まあ、こまめに回復しながら、まあ、長期戦覚悟で戦っていくのがいいかなと思うので、まあ、味方の損害がね、あまり出ないようにっていうことを、意識して戦っていきたいと思います。では、スイッチしたシーマの部隊で攻撃仕掛けていきましょう。まあ、敵のモビルスーツ隊を撃破しつつ、やっぱりビクトレーですね。これを叩くと敵の戦力を大幅にダウンすると思うので、まずはそこを目指していきたいですよね。ここもビッグドレー倒しておきたいな。どうだろう、格闘が強いわけではない捕獲したジムコマンドなんで、ビッグドレー削れるかどうかっていうとちょっとクエスチョンだな。1ミリ残し、これがね、もったいないんですよね。1ミリ残しがね。本当にあとね、弾丸一発で状況変わる状況だったんですけども、まあ、残念ながら逃してしまったという流れだと思います。もう火力不足の感がありますけども、イフリートを出して敵のジムコマンドをこれカリウスが乗ったイフリートですね。攻撃していきます。できれば、完全にね、壊滅っていう状態に差し込みたいところですけどね。ちょい残しですね。残念。ビッグドレイ、アントニオ・カラスは、ザックキャノンでとどめを刺します。
いや、思ったより敵が本当に硬い。まあ、ベリーハードならではの硬さと言えると思うんですけど、なかなか遅々としてね、前に進めていないという状況があります。ゴックが一気に3機、やられてしまったか。ちょっと痛いな。この拠点に座ってる敵が硬いんですよね。これをまあどう、まあ切り抜けていくかというのが一つ課題になるかなと思います。傷ついたユニットを返していると、ちょっとずつちょっとずつですけど、使えるユニットが、まあ、減ってきているという状況もありますよね。レビル将軍がここにいるな。このレビル将軍は仕留めたいので、もう前期一斉攻撃仕掛けて、レビル将軍を落とすというのを最優先項目に据えましょう。ということは、ちょっと無理してでも、どうだろう。ここは、シャアを出しましょう。まあ、騎士と出るか、京都を出るかというのはもちろんあるんですけどね。疲労度もシャアちょっと高まってるので危険は危険ですが、まあ一旦ここはシャアに頑張ってもらいます。シャアでしっかりね、ビクトレイ、レビル将軍、撃破狙ってもらいましょう。レビル将軍に挑みます。ドムが格闘を含めた攻撃を仕掛けて、支援攻撃ががっつり入りますね。ビクトレイ撃沈です。まあ、この流れ、このコンボがビクトレイ沈めるには一番いいかもしれません。ここがね、本当に硬いんですよね。ユウが持ってる陸戦ガンダムの塔が、まあ、拠点に居座ってるっていうイメージですね。ここがとにかくむちゃくちゃ硬いです。で、ガンキャノンですかね、後衛ユニット。これもね、本当に火力があるので、容易に突破できないポイント、ストロングポイントになってますね、敵にとってもね。ビクトレー小島が乗ってます。これシャアでね、撃破しておきましょう。シャアもそろそろまた回復のために戻らせる必要があると思うので、ガウに戻って、まあ回復をねさせていきたいと思うので、まあ小島を倒したら一度戻ってもらいましょうか。削り切れるかどうかというところですが、まあ、シャート、あとはやっぱりイフリートですね。格闘強いですよね。ちょっとここ心配です。シャアがガンダムピクシーの攻撃をかわせるのかどうかっていう心配ポイントですね。ここはもう反撃ではなく防御にしました。シャアがやられると一気に戦況が悪化するので、ここはシャアでかわしてもらって、シャアを下げて回復するっていうね、そういう形に持っていけそうです。危なかったですね。でもね、では今お話した通り、シャアは一旦下げましょう。残りの部隊で、前線支えます。まあ、順調に敵の基地中心部に迫っているように見えて、味方の損害はものすごく出てるので、ちょっと心配だな。ここも味方が削られてしまいましたね。しかも敵を一気も落とせない可能性すらある。大丈夫ですね。ジムコマンド G ジムコマンド、前衛2機撃破しました。ビッグドレイエルランですね。ここも撃破しておきたいけど、ビッグドレイ硬いのでちょっと撃破まではいかないかもしれませんね。後衛にグフ残したままっていうのもちょっと微妙だったな。グフはやっぱり前衛に出してなんぼですからね。硬い。エルランのビッグドレイは硬い。ライルのガウが落とされるかもしれない。ちょっと急いで退避しましょう。ライルのガウが落とされた。ちょっ
ちょっと痛いな。エラのビッグドレーにガトーで攻撃しかけます。ジョニー・ライデンは、イフリートに乗ってますね。まあ、この、構成だったら、編成だったら、まあ、ビッグドレー、エルランの撃破できますね。エルラン、ギレンの野望のシリーズの中でも、ものによってはカス設定になってることあるんですけど、まあ、ここの、新ギレンの野望ではそこそこだったと思います。ちょっとここ、ユーカジマの陸戦ガンダム等々との戦いなんですが、せっかくガトーが乗ってるので、一戦交えてみましょうか。ちょっとどうなるか全く見通せないですけどね。ここがもし壊滅するようなことがあると、かなりの大損害が出てしまうんで、まあ、しっかり見極めましょう。互角の打ち合い。からの、格闘戦。この格闘戦で、どうかですね。イフリートとプロトタイプドームがやられるようなことがあると、まずいなという感じはするんですが、大丈夫そうですかね。大丈夫そうですね。ただ、損害はだいぶ出ました。ここも一度下げざるを得ないかな。強力ですね、敵もね。さらにビクトレゴップがいますので、これに切り込んでいきます。ちょっとモビルスーツの数が足りなくなってきてるので心配ですね。まあ多少ご利用しするフェーズが来てるのかなとは思うものの、危険性も十分に感じているという状況です。まあ、ここなんとかゴップ一撃死させたいところなんですけどね。その拠点にいるので、まあ、回復されてしまうことを考えると、ここは確実にこのターンで終わらせたいんですが、どうだろう。ちょっと1ミリ残しかな、いつもの。いつもの1ミリ残しですね。惜しかったな。ただ、敵のビクトレー隊はだいぶ数減らしてきてるので、召喚級はね、数が減ってるんだと思います。ここでただイフリートが撃破されてしまったな。ここもカリウスのイフリートが撃破された。いや、本当にエース級が徐々にですけど削られてきてますね。ではゲルググなんですけども、初期生産型に乗っていたシャアをこの高機動型ゲルググに乗り換えます。これで多少なりともゲルググの火力上がってくれれば御の字という思いですね。傷ついたユニットは戻しましょう。初期生産型から高機動型に乗り換えたゲルググです。これは期待したくなりますよね。ただジムコマンド相手に、砲撃戦では残念ながら撃破できませんでしたね。格闘で2機撃破。なんかひたすら硬いやついるな、攻撃力高いやつないいるなと思ったら、ここにヤザンがいますね。ヘビーガンダムに乗ったヤザン、これが相当硬かったんだな。硬かった要因原因分かりましたね。これです、間違いない。これが硬すぎる。あとここにいるエース部隊も硬い。これ無視だな。ヤザンのところはどうしても突破しなきゃいけないので、まあ攻撃仕掛けざるを得ないにせよ、まあ、それ以外のところはちょっと放置ですね。でブライトがペガサス級に乗ってるっていうのも、まあ、決していい状況ではないね。ビッグドレーゴップ仕留めにかかりましょう。支援攻撃で仕留めきれないゴップのこのしぶとさ、なんとも言えないな。ゴップ仕留めれば召喚級は残ってるのブライトだけになりますからね。だいぶ楽になりますよね。
ヘビーガンダムに乗ったヤザンです。ここが硬い、本当に硬い、一番硬いかもしれないですね。できれば格闘の集中攻撃でヤザンを撃破したいところですが、どうだろう、まあ、さすがヤザンだな。攻撃戦ではほとんどダメージ与えられてませんね。返されてイフリードが撃破されるのか。ここもヤザン、あと一押しというところ。どうか、ダメか、ダメだな。強いねヤザンは。ただもう一押しというところまでは来ましたので、まあ、回復されると思うんですけども、次のターンシャー、あるいはガトーのドムあたりを投入してもう仕留めてしまいたいかなと思います。ヤザンはここに逃げ込みましたね。ビッグドレイに逃げ込んだのを確認したので、このビッグドレイは確実にこのターンで落とさないといけなくなりました。なのでもう躊躇することなく攻撃しに向かいましょう。でビッグドレイの腹の中に収まったヤザンを撃破するには、ここでビッグドレイゴップ、仕留めてしまいたいと思います。支援攻撃でシャアが入ってます。支援攻撃だけで倒せますね。で出てきたところ、ヤザンが半減されてると思うのでとどめを刺す、まあ、そういうね、これこうでいきましょう。厳しい戦いですけど、なんとなく状況整理できそうですね。ソロモンが敵の大部隊の進行を受けてますね。まあ一刻も早くジャブロを攻略しないと先にソロモンが落ちるという、まあ、そういう展開も考えられる。ジオン全体としては厳しい状況になってきています。さあ基地中心部にジムストライカーを追い詰めて周りを囲んだ状態です。でここにいるのはフィッシュアイランド、基地中心部には上陸できないという状況を作り出しました。これでこのジムストライカー2機を撃破できれば、一旦勝利というものが、見えてくる、まあ、そういうラインを作れ出せましたね。なので総攻撃仕掛けて、ここでこのジムストライカーを撃破できれば、劣勢な状況ながらも、基地中心部の制圧完了ということで、このジャブロー攻略戦完了できそうです。ちょっとここ注目しましょう。支援攻撃を入れて大丈夫ですね。攻撃戦で撃破です。いや本当に途中はこのジャブロー攻略無理なんじゃないかというような局面もありましたが、基地中心部さらけ出せることに成功しています。本当にきつかったですね。最後はシャアも撃破されてしまいましたね。それでも敵の基地中心部制圧できる状況を整いました。ここにはエース部隊残ってます。でここにもですね、エース部隊残ってたり、あとはですね、ヤザンですね、これも結局打ち漏らしになってます。それでもこの基地中心部が制圧できる状況になりましたので、制圧しちゃいましょう。これで新ギレンネーボベリーハードチャレンジ、全部のキャラ、全部のストーリー攻略完了ということになります。では最後なのでエンディングを見て終わりにしていきましょう。地球方面軍司令ガルマザビの活躍によってジオン公国軍は戦いに勝利した。80年にわたり地球連邦政府による地球圏の支配という歴史に終止符が打たれ、ザビ家による独裁政権が樹立する。ギレンザビを中心とする完全な支配は窮屈ながらも公平で争いのない世界をもたらすが、ザビ家内部の権力闘争の激化とシャアの反乱によってザビ家による独裁政権はもろくも瓦解してしまう。だが不利な戦局を打開したガルマザビの手腕と名声が消え去ることはない。その偉業は歴史の1ページに刻まれる。誇りと名誉を重んじた英雄の名とともに。
はい。では、最後にね、ベリーハードチャレンジの攻略完了を確認しておきたいと思います。ガルマ編、ベリーハード、クリアつきましたね。せっかくなんで、これ最後になりますので、全部のベリーハード、クリア印確認していきましょうか。まあ、結構きつかったところで言うと、やっぱりレビル編、ギレン編、このあたりはですね、総司令官モードで全てを差配しなくてはいけないというのもあり、序盤から終盤まで、激戦続きということもあってです、きつかったですね。まあ最後のね、今ご覧いただいたガルマ編も実は、2回ほどジャブルを攻略に失敗しているんですけども、最後はね、うまくいきましたね。はい。では、シンギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、全キャラ、全シナリオ攻略完了となりますので、今回は一旦ここで終わりにさせていただきたいと思います。